DKSH はアジア地域を中心に法人を対象とする包括的事業サポートサービスを提供する商社。外資系企業でありながら日本で創業されたユニークな経歴を有する。日本法人は DKSH ジャパン株式会社。本社をスイス中立費に置き世界37カ国以上で取引を展開している。スイス証券取引所上場企業。 DKSH は19世紀に、スイス人企業家が、アジア地域で設立した商社にルーツを持つ。社名は、ディートヒルム・ケラー・シバー・ヘグナーの略であり、前身となった3つの企業、ディートヒルム &CEO ・リミテッド、エド・エー・ケラー &CEO、シーベル・ヘグナーカンパニーに由来する。3社のうち、シーベル・ヘグナーカンパニーの前身であるシーベル。 ブレーワールド商会は、ヘルマン・シーベルが、スイス政府派遣の通商施設団員であるカスパー、ブレーワールドと共同で、1865年に横浜で創業した、最も古い会社であり、DKSH の歴史の始まりに位置づけられている。当時、横浜港90番館と呼ばれたシーベル・ブレーワールド、商会の商喚は、日本のキート取引の中心で、 キーと王国日本を築き上げる上で大きな役割を果たした。また、国内初のガス事業にも参画し、横浜及び銀座における日本初のガス島建設にも尽力したほか、明治時代中期には時計、機械等の輸入を開始するなど、商社として多くの足跡を残した。一方、エドアール・アントン・ケラーは1868年に マニラのシーラッツ &CEO に入社し、1887年に同社の経営を引き継いで、エド・エーケラー &CEO を設立した。また、ビルヘルム・ハインリッヒ・ディヒリートヘルムは、1871年にシンガポールのフー・グラント &CEO に入社し、1887年に同社を買収し、ディート・ヒルム &CEO ・ CO、リミテッドを設立。 石油とゴムの取引における有力企業となった。シーベル・ブレンワルド商会エド・エーケラー &CO、ディート・ヒルム &CO、リミテッドの3社は、日本から世界へのキート輸出や、スイスからアジアへの消費財輸出を軸に取引を拡大、19世紀の終わりまでに、3社はチューリッヒに拠点を設けた。シーベル・ブレンワルド商会は1900年に、 シーベルウルフ紹介となり、1910年、株式会社のシーベルヘグナーエンドカンパニーとなった。20世紀前半にシーベルヘグナーエンドカンパニーは、日本と中国で、エド・エーケラー &CO は、フィリピンと香港で、ディート・ヒルム &CO ・リミテッドは、シンガポール・インドネシア対マレーシアで、それぞれ取引を展開、東南アジア地域の独立が相次いだ。 第二次世界大戦後に、各社はそれまでのテリトリーを超えた取引を行うようになった。1932年、シーベルヘグナーエンドカンパニーは本社をチュ中立ヒに移転、1964年にシーベルヘグナーホールディングリミテッドとなった。1972年、欧州での戦略強化のために、オランダ、ドイツ、オーストリアに子会社を持つダッチハンデルス・ホルケール、グループを 九州、1976年、スイスのアンバサダーグループ各社を吸収した。2000年に、エドワード・ケラー・ホールディング・リミテッドとディート・ヒルム・ホールディング・リミテッドが合併し、ディート・ヒルム・ケラー・ホールディング・リミテッドが設立、同社は各創業者の子孫によるファミリー企業としての性格を保持した。続いて2002年6月19日。 シーベルヘグナーホールディングリミテッドとディートヒルム、ケラーサービスアジアリミテッドが合併し DKSH ホールディングリミテッドが発足以降、ドラスティックな事業の再編成が行われ、事業重複を解消。また、マレーシアのイックトランスポートや韓国の厚生ロジスティックス CO、リミテッドを買収するなど規模の拡大が行われ、オーストラリアにも事業を拡大した。 2012年3月、スイス証券取引所に上場し、株式公開会社となった。株主構成では、DKSH 発足以前からの資機業ディートヒルム、ケラーホールディングリミテッドが、株式の45%を保有している。現在、DKSH は、グローバルレベルでは消費財事業、ヘルスケア事業、生産資材事業、テクノロジー事業の4部門で構成され、 日本事業は消費財事業、生産資材事業、テクノロジー事業の3部門から構成されている。現存する外資系企業としては屈指の歴史を有する。現在では取扱い品目は各種分析装置、機械、腕時計、高級万年筆、医薬品原料、化学品原料、食品飲料原料等多岐にわたる。日本シーベルヘグナーとして運営されてきたが、 2009年4月1日、本社 DKSH グループとの称号統一のため、社名を DKSH ジャパンへ変更した。王子の横浜商館1800年代、1900年代、2000年代。この記事は以下のカテゴリでも参照できます。DKSH ジャパンに関するカテゴリありがとうございます。